kimono, it has become difficult for the many Japanese people to wear it ourselves today, and opportunities to wear it are less common. I felt like I had lost all opportunity to wear a kimono when I moved to Australia from Japan. But have I lost the joy of wearing it? What sense does it give me when I wear a kimono? What kind of joy does it bring me to be able to wear it by myself? So I asked my mother in Japan to send me a kimono and went to see a Japanese woman who runs a kimono dressing school in Sydney.私オーストラリアに来たのが1988年だったので、もうすごく前ですよね。その時にはもう全然着物のことは考えてなかったんですけど、海外に住んでて長いので海外から日本を見つめる時期がすごくあったんですけど、なんで日本人なのにそれほど着物も好きじゃない、着物にも興味がない、着物を持ってるけど着れないっていう方ばっかり、着ること自体が窮屈だから着たくない、まあ、着物1枚2枚はお嫁入りの時にね親に渡してもらったんだけれども、その時には着付け師さんを用意しなきゃいけないっていう風なこう煩わしさみたいなのがあって、で実際私が着物を着てみるととても楽しいし、こんな素晴らしい国民衣装をなんでみんな着ないのか、もちろんその煩わしさとかっていうのはありますよ。だけれども一旦こう袖を通すことによってその素晴らしさってやっぱり分かると思うんですよね。やっぱり着物を着て着た自分の姿を見るっていうのはすごく特別な感覚があると思うんですよ。もう生徒さんの笑顔を見るのがすっごく楽しいです。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。So today we have a lot to learn and a lot to get through. So I have done this copy for you so that you understand the name of the, all the accessories you have in, thank you, in the magic. So you can read it. We went through this in the first. 生徒さんたちの、ね、表情を見ていただくと分かるんですけど、着物を着た時の自分っていうのは多分ね、普段洋服を着てる時の自分と違うと思うんですよ。人の持つこう女性らしさとか、そういったものを感じてるんじゃないですかね。皆さんバックグラウンドはね、もういろんな国の方がいらっしゃるんですけど、着物を着るとすごくこう自分に見惚れるっていうか、そういった魅力が多分着物にはあるんですよ。オーストラリアの生徒さんたちには私たち日本人が持ってるような固定概念がないんですよ。こう着物はこうあるべきだとか、着物はこうでなければいけないとか、それがないんですよね。もう本当にピュアファンですよ。もうとにかく純粋に着物を着ていて楽しい、着物が好き。もう今はソーシャルメディア、先ほどおっしゃったようにね、ソーシャルメディアがありますので、逆に日本人の私たちがインスタグラムとかフェイスブックなんかで外国の方がお着物を着てお写真を撮られてそれを投稿してらっしゃる、そういうのを見て今の若い人たちは、あれ外国人の方も着てるじゃん、え、なんで日本の衣装、え、すごく可愛く着てる、じゃあ私も着たい、そんな気持ちで、もう少しこう自由な感覚で、だけれどもこう大切なこう伝統の部分は保護しながら一緒に共に発展していく、だけれども新しい取り組みも受け入る、それで一緒に歩むっていうのが多分一番いい方法だと思います。歩めたらいいですね。夢です。はい、いってらっしゃいませ。ありがとうございました。